先週に今日は、まあ、あまりないことですけども2週、4週目、5週目と続けて御言葉を私がお取り付けを申し上げますが、今日はヨセフ物語を続けておりますが、今日第3回目ということで41章の1節から41章の前半の部分を皆さんと一緒に読んでまいりたいと思います。ヨセフの夢の解き明かし、まあ、ヨセフという方をよくご存知の方ならお分かりになると思いますが、まあ、夢を解く人でありますね。ヨセフを通してヨセフがその夢を解くということを通して神様が語られるということであります。ヨセフを通してなされる神様の御業、御心というものについて今日も考えてみたいと思います。神様の御業ということは一体いつどうやって誰を通してなされるのかということを今日も3つのポイントでお話をしてまいりたいと思います。韓国語では緑茶と言いますが、まあ、漢字にするとちょっと違いますが、日本語歴史という日本語の歴史という言葉と発音が同じですね。なので、まあ、日本人の私は緑茶、神様の御業、緑茶という言葉を聞くと歴史そのものが神様の技ではないかというふうに思うわけですね。ヒストリー、歴史、ヒストリーという言葉、英語でヒストリーと言いますが、His story、神様の物語という、そういう意味もあるということも聞いたことがありますけれども、神様が歴史の中に、私たちの一生の中に、また世界の動き、すべての動きの中に働かれる、神様の御業というもの、それをヨセフ物語を通して今日私たちは学んでいきたいと思います。まず最初のポイントは、神の御業は神の時に始まるということです。41章9節を読みいたします。その時給仕役の長はパロに告げて言った。私は今日自分の過ちを思い出しました。前回のお話の復習をちょっとしたいと思います。ヨセフがパロの給仕役の長の夢を解き明かしました。でそれは給仕役の長が罪を許されてまた元の仕事、職場に戻る、復職するという内容でした。ヨセフはその解き明かしをした後で給仕役の長にお願いするんですね。あなたがパロのその給仕役の長にまた復職したら、ぜひ私のことをパロに言ってください。私は無実の罪で今投獄されていますから、どうぞパロに私を獄から出すように取り出してくださいと、こう願ったわけなんです。ところが給仕役の長は僕から出て復職してもヨセフのことをパロに話すのをすっかり忘れてしまった。それが先週の話でした。で前回この出来事について給仕役の長が意地悪をして話さなかったわけでも、またたまたま忘れてしまったということ、偶然に忘れてしまったということでもなく、神様が忘れさせた、ご自分の時がまだ来ていないゆえに、この給仕役の長がパロにヨセフの話をするのをストップさせた、忘れさせたと、そういうことだったとお話をいたしました。ヨセフがパロに会うべき時はまだ来ていなかったということです。そして41章の一節に2年の後と書いてあります。2年経って神様の時が来たわけであります。でパロが続けて2つの夢を見ました。その内容は1節から8節に書かれている通り、1つ目は痩せた7頭の牛がナイル川から上がってきて、
その後に太った7頭の牛がナイル川から上がってきて、その後痩せた7頭の牛が上がってきて、痩せた牛が太った牛を全部食べてしまった。そこで目が覚めた。また寝ます。2つ目の夢は、今度は1つの麦の方によく実った豊かな穂が7つ実る。でその後に今度は実が全然入ってない痩せた方が実る。でその痩せた穂が、太った穂を全部飲み尽くしてしまう。まあ、ちょっとどういう状況なんだか想像しづらいですね。この痩せた穂が太った穂を全部こう食べてしまったということであります。不思議な夢です。でパロはその夢が気になりました。世界中で広く夢には意味があると考えられていました。でヨセフ自身もかつては自分が見た夢を意味あるものとして家族にお兄さんたちに話して、でその結果お兄さんたちに憎まれてエジプトに売られる原因になってしまったわけであります。でパロは夢の意味がどうし自分で考えてもどうしても分からなかったので、エジプト中の魔術師、まあこれは占いをする人々を呼び集め、あるいは、まあ、学者、知恵ある人たちを呼び集めて、この夢を話してどういう意味かということを解説させようとした。しかし誰もその夢について解き明かす者がいなかったと書かれています。でまあパロがそんな大騒ぎをしてますから、当然宮廷の中が騒ぎになるわけですね。でその騒ぎを聞きつけて、その中で騒ぎの中で給仕長が、給仕役の長がヨセフのことを思い出したわけです。で先週もお話しましたが、この給仕役の長というのは単にファロの食事を運ぶ人ではなく、ファロの政治的な相談役、顧問のような役割でした。ファロと実際にエジプトの政治について話し合う重要なポジション、立場にいた人ですから、当然この事件についても知っていたでしょうし、またこの事件について直接ファロと話をすることができる立場の人でした。で9節、その時給仕役の長はファロに告げて言った。私は今日自分の過ちを思い出しました。今日思い出しましたと書いてあります、うん、たった今という意味です。今、たった今思い出した。しかもこの思い出すという言葉は、言語、ヘブライ語を見てみますと、思い出させるという意味があるんです。ですから、給仕役の長が自分で思い出したというよりも、何者かの力、誰かの力によって思い出させられたと考えるというふうに聖書は書いているんですね。ですから、これは、まあ、忘れたこともそうでしたけれども、思い出したことも神様がそれをさせたという意味です。神様がこの時給仕役の長にヨセフのことを話せと、思い出させて話せと命じたという意味です。ヨセフのことをパロに話す神の時が今日来た、今来た。日本の予備校のね、コマーシャル、このように勉強するのはいつですか、今でしょというのが一時に流行ったんですけど、まさしく今、韓国語ではパロですよね。パロ、パロに話すときはパロ、今だというわけであります。伝道の書3章の1節に、雨が下のすべてのことには時があり、すべての技には時があると書かれています。また、ハバクク書、旧約聖書ハバクク書の2章3節には、この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいるとあり、さらに続いて、もし